みやこでございます。このフレーズで始まった2012年10月初旬の沖縄県宮古島ロケ。台風の影響で計画を立ててからおよそ2ヶ月待たされた魅惑の海、隊長たちは追いかけ続けているカワハギグランドスラム、そして飯田隊の記録更新という2つの宿題を持ってやってきたのでした。ところが半月ほど前に行ったタチウオロケで気分がすっかりそれになっていた3人、急遽船長に無理を言って宮古島で巨大タチウオを探すことになったのでしたが、何しろ初めての試み、そんなにうまくはいかず。三時のあなた、三時のあなたが終わったらやりましょうね、タチウオは。それまではスパーリングで、はい、道具になれよ。とりあえずタチウオの地合いになる夕方までスパーリングとして道具に慣れてもらうことにした隊長。ムロアジを泳がせて大物を狙います。餌を入れれば何かが起こる危険な海、飯田隊員はチェルマーレにビーストマスターという最強タックルを初めて手に持ち、記録更新となる魚を待ちます。すると来た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 電気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 待て待て これ一回痛い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 、大丈夫ですか飯田さん。ダメダメダメって言ってます飯田さん。ダメだったやばい。ダメだった。17下げすぎんと上げられなくなっちゃうからね飯田さん。そうそうそんな感じ。上手。いいよ。リーダー。見えるよ見える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 。カミン。うわあいいやつ。いいやつ。どうした。おお。すごかったね。あれをここまで持ってきてるんだから、はい、俺はできる。もう感じあるよね。はい。オッケーオッケー。次は行けますよ。オッケー。はい。よし。またさらなる。いい日だ今日は。いい一日を過ごしたオフレボ隊でしたが、宮古島でいきなりタチウオを探すのは無謀だったと判断。ただ飯田隊にどうしても釣らせたい隊長たちはなんと沖縄本島に逆戻り。すでに実績のある名護湾で150センチという目標を掲げて出船。ちょうどいい感じに日も傾き始め、まずは明るいうちに捜索しようとなったのでした。バレたと思ったんですよ。そしたらそしたらそしたらついてました。ついてましたっていう感じでした。ついてました。はい、はい、まだまだですこれは。これは釣れるサイズでもちっちゃいものなんで、はい、飯田さんの狙ってるサイズを次狙って、まあ、りましたやりましょうね。はい、なんせそのなかなかはっきりとした反応を出さない魚なんで、船長泣かせな魚種ですねタチウオは。ここから20メートル、よりくん下から20。だだだでかいよよりくん。ごめんな、ごめんなさいね、間違えちゃって。船長が言ったんですよ20メートルって。盛り上げ役の楽団員も総出となったこの日、ポツポツとですが思惑通りに連れてくるタチウオ。水中カメラくんも上がってくる姿を捉えます。足気をつけてよ足。よりくんが釣ったのはなかなかのサイズ。しかし抜こうとした時でした。はいはい、何、ここまでが前回のあらすじ。そして最後に映し出したタチウオの逃げていく姿をきっかけに事態は思わぬ展開に。オフレボネクスト琉球スタイルシリーズエイサービッグファイト編スタートです。タチウオが逃げる姿を見てから数時間が経った頃、あたりはすっかり暗くなりました。ようやく暗くなってきました。これからが本番です。ライトアップされた船上、昼間の雰囲気とは違いますよ。きっと海の中も変わってくるでしょう。探検丸にも怪しい反応が出てきました。ここまでは計算通りです。いい感じだね、釣れそうだね。あ、ハリセンボン。船長さんいますよ。いる。え、ハリセンボン。いた。いた。このなんかハリセンボンしか釣れそうですよね、うん、この魚が集まってきた。なんかタチウオが釣れるような感じが結構あるんで。タチウオ大好きだよこの魚。
タチウオもこれ食べたりするんですよ。大好物なんでちょっと期待して。はい、ほら違う魚も浮いてます。現在の調査で確実に言えることは、ハリセンボンがキーになっているのは間違いないこと。期待ができそうなんですが、なんか結構ポチポチずっと出てますね。海底から30メートルぐらいがよく来てますね。ほら、やったー、ゲットゲットだ。これは餌になってんのかな。サヨリ、サヨリ、これはもうこんなやつもきっとベイトになってますよね。すごいな餌。しかもこんななんかいつも早く動いてないですよね。時間になったらこれをって上がってきそうだけどね、うん、反応もあり餌も豊富。しかし実は数時間にわたって何も起こらない時間が続いているのです。ほら、店長さん、これ何ですか。トビウオ。トビウオですよね。トビウオ。餌はいっぱいいんのにな。なんでかな。まさに船長泣かせのタチウオ。幽霊魚と称されるように突然消えていなくなり、また何かのタイミングで突然現れる魚。沖縄でも全く同じ。我慢をしながら竿を出し続けるしかないのです。こんな釣れないもんか。すでに前回までの釣れない時間を更新。睡魔との戦いも始まっています。しかしその時でした。食った。何かが釣れてるみたいな。楽団員のよりくんが長い沈黙を破りました。重たく、重たけ。ようやくタチウオが戻ってきたのでしょうか。上がってきたのはこれ、うん、タチウオじゃない、うん、あれが誰に食われたかが分からない。何こ食ったの。タチウオかな。どれ、何に食われたのか。タバサいっぱい出てきた。え、うん、ハリセンボン超いっぱい出てきましたよ。出てきた、うん、なんかほらほら、てん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 。おー、またいるよ下に。はい、多い時は海面がハリセンボンだらけになったりするこの海。この日は数が少ないですが、タチウオがいるのは確実です。やったー、やったー今。あ、バレたバレたでかそうだったじゃないですか。大丈夫、まだいるよ。イカとしてだ、イカとしよ。また来るよ、また来るよ。バッタタイ、イエーイ。でかそうだ。いやこれ、でかそうだこれ。よし、でかいっすか皆さん。でかそうですね。うわー、でかい。皆さん、あんま早いと、あ、ゆっくりよ。うわー、これでかそう。皆さんゆっくりで。乗った。カメラの後ろでは毛利隊員も何やら騒がしい感じです。一方で飯田隊員は慎重に巻いてきます。何メーター当たったの。やっぱ140ですね。140の世界だね。俺の切れる便利、切れてなくなる便利。全然当たんない。俺こっちも当たんないよ。釣れてる時にこうやってハリセンボンがいいんでしょ。ダブルヒット。おお、ダブル。あと20です。でもあれがでかそうだな。ほら引いてる。来るよ。バラさないでよ。よし、よし、でかい。いった。これいったんじゃないですか。これはいったか。飯田さん、はい、尻尾の方測ってってよ。前はいいから。さあ、目標の150センチは超えているのでしょうか。おお、伸びた。そうやってやったらダメだよ。こっちはダメだ、もっとダメだ。向こうだ。行け。いく。163です。イエーイ、記録更新。
ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。やった。じゃあちょっと胴上げで、たすき掛けでお願いします。でっか、これを吸いたかったです。吸いたいサイズですね、これね。もう一回カメラに向かってポーンと。はい、ほい。やりました、飯田隊員、目標達成おめでとうございます。オフレボ、オフレボネクスト、琉球スタイルエイサービッグファイト編。150センチオーバーのタチウオを釣った探検隊は、飯田隊員の記録更新を狙って再び宮古島の海に戻ってきました。午前7時、海宝丸に乗り込み三河取漁港から出船。今度の目標は7キロを超える魚。さあ何が起こるのでしょうか。いよいよ危険な海に飛び出していきます。ポイントに到着してすぐ確保していたムロアジを餌に縦泳がせからスタートです。 OK。 過去には50キロ以上のカンパチ、他にも GT や磯マグロなど数々の巨大魚を釣った海。最初から気を抜くことはできません。あー、久しぶり、久しぶりのロンチェルにビーストの急戦で縦の泳がせ釣りです。狙うは大物。飯田さんはちょっとスパーリングとこの道具に慣れるためにでかいサメでねやり合ったんで、だいぶ今回ね余裕を持ってできると思います。水深は247メートルの暗い海。餌をそこまで落としたら魚に気づかせるイメージで何度か餌を上下させます。まあ決まりはないんで適当にやりましょう。すると早速隊長は違和感を感じたようです。向こうにバッテリー持ってってあげて。いや、よりくん、左へ、森のバッテリー持ってあげて。船底が高くなっている道の間、大物とのファイトではまずやりやすいポジションに行くことが大事です。くるくると浮かんできたのはカンパチです。どうなってるかな。 OK。 いや、森の先上がっちゃったよ。あ、行くよ行くよ、斜めになってるよ、斜めだよ。隊長の魚も3分ほどで上がってきました。見える見える、浮くとこ、綺麗だから。これ思い出になるんだ、はい、綺麗でしょ。たぐってください、俺の糸。はい、お願いします。ゆっくりね、カメラの方に。今回は必ず記録オーバー初カンパチだね、でかいですね。これが鼻の中あっちゃったから、あーって言った、痛いってなっちゃうからね。はい、頑張りましょうよ、でかいの。そうですね。オフレボ。かなり怪しい反応のため、船長の指示で竿を3本出します。誰の餌を食べるのでしょうか。ドキドキします。あ、待て。当てたのは再び飯田隊員でした。これもでかそうです。頑張って飯田さん、巻いてよ。でかいな、いいね。あれかな、あれだったらでかいよ。サメ見てない。笑顔の飯田さんだから、それが笑顔ないときは
マジ真剣。よしいいぞ、井出さん。いいよ。これ井出さんでかいね。でっかい。ちょっと弱々しい感じでしたが、初めてのビッグファイト宣言です。見えるかい。いいよ、手で巻こう。見えたー。巻いて巻いて巻いて、うわーい。もうちょい巻いて巻いて巻いて、うっからうっから、もうちょい、よし。やったー、井戸さん。やりました。でかい。よし、おめでとう。おお、なくなった。ありがとうございます。赤いカンパチ、素晴らしい。井戸さん記録更新ですか、これ。はい、井戸さんの自己記録更新、これ現にいいですか、船長の。認めてあげる。はい、ありがとうございます。あれね、23歳ぐらいかな。じゃあ席スーパーシート貸そうかな、はい、このスーパーシートにぜひ、はい、記録更新ということで井戸さんが座ってもらって、はい、カンパチを抱くこと、はい、行きましょう。じゃあ座ってください。じゃあ森カンパチをちょっとなんか一口飲んでいいですか。ああ、ありがとうございます。ああ、これもカラカラになっちゃうね。もう汚れてもいいね。はい、お、立派、はい、立派。いいよいいよ。じゃあ綺麗だね、真っ赤の。推定24キロのカンパチ、この日一番のビッグフィッシュで、さらに自己記録更新です。オフレコ100、よし行こう。水深は100メートル。狙いは磯マグロだと言います。お、暴れてる。ほら、暴れてる暴れてる暴れてる。食うよ食うよ。食え、食った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 。ああ。ああ。ビッグファイトだこれ。無理だ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 、もう。下で暴れてんだけ。きついぞ。数々の大物とファイトしてきた森隊員でもこの様子、ただごとではありません。なんだ、きつい。よし、ちょっとだけ前に行かせてください。ダッシュ上げて、ダッシュお願いします。井戸さん、上げて上げて、井戸さん、上げて上げて。これきついっすよ。来た来た。荒っぽいの。するとどこからトムナ君。マーティア、なんでも。うわー、なんだこの音。はい。エイサービッグファイト。うりゃあ。祭りだな。ビッグファイトを超えるファイト、それがエイサービッグファイト。あと50。きついな。
休で。あと10メートル。魚浮く。あっち浮く。魚浮く。魚浮く。浮く。あらあらあら。浮く浮く。ライン、ライン、お願いします。皆さん自分で。はい、せーの、おや、ダイ！いや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 。全長ありがとうございます。ああ、辛かった。だからかかってるね。な、105だからかかってるこれ。バケモノヒットです。よし、ちょっとママやってこう。バケモノヒットです。はば敵が来た。スーパークエンエーサービッグファイト出ました。やばい、やばい、最高記録です。飯田さんに負けじと記録更新です。なんだってさ、最高のやつでしょ。はい、50台期間、70ぐらいあるんじゃない？笑いが70ぐらいは。オフレボの番組記録も更新しちゃいました。どうやって持つかい？いや、もう80だっけこれ、ハイス。これ100です。100で。もう犬だから、はい、な、正解だよ。おー、はい、あー、これ、尻尾で持つ前に。モテるわけがない男です。最高。いや。笑いが。もう無理です。えら、気をつけろお前。大丈夫です。ついに出てしまったエイサービッグファイト。宮古島沖の怪物、推定70キロのアーラミーバイ。釣り人は森隊員でした。